その頃にね、僕とか藤原くんに相談来てたらね、本当ですね、まあ、多分ボロカスに言ってると思うんですけどね。もうケチョンケチョンに二人がかりで言ってると思うんですけどね、多分ね。そう思います。ね。まあでもほら、別にそれは、なんていうかな、その、本当にケチョンケチョンに言うんじゃなくって、親身になってアドバイスするタイプですから、僕たちはね。はい。だから昔のほら、なんか昨日もね、話してたけど、どこからどうやって知り合ったのか三人とも覚えてないぐらいなんですけど、でも、ずっと原潤のあのね江戸堀の事務所に来てはあの恋愛相談をずっと受けてた記憶しかないですもん、うん、あ、そうなんですか、その時から、うん、うーん、だから別に本当にあの仕事とかそんなんじゃないんで、たまにも事務所遊びに来てって、はい、もうあの3人で喋ってるっていう、まあ今みたいなこんな感じで喋ってるだけなんでね、うん、でも気がついたらあの恋愛相談になってましたね、ずっとね。めちゃくちゃ恋愛体質ですもんね。そうですよね。ね、うん、チェリーキさんミュートになってますけど大丈夫ですかね、うん、すまあいいんですよ、いいんですよ。いや、たまにあのミュート押したまんま喋るって喋ってる。へーとかうーとか言ってた。あ、そうでしょ、その場合あるでしょ、チェリーキさんね。ねえ。ミュート、いや、なんかがあって音がするからミュートっていう場合は全然いいんですけど、チェリーキさんの場合はミュートになってることを知らずにずっと喋ってるっていうのがあるからね、チェリーキさん。めっちゃ喋って誰も引っかかる。なんか寂しくなるときあるよね。ねえ。なんでミュート押したの？なんか触れたんですかね、ほんじゃね。いや、なんかね、私、実はポシェットみたいな中に携帯入れて、あー、イヤホンして聞いてるんですよ。それは喋ってしまうね。移動しながら。移動しながら、ちょっと洗濯物干しながら。洗濯物干しながらね。で、なんかが触れるんでしょうね、それね。なんかカバンの中に多分、ずっと触れたんですよ。で、言ってんのに誰も答えてくれないというね。恋愛でワイワイ一人で言ってましたね。ね、なんかいいですね、この関西弁に囲まれる感じがして。あ、そっかそっか、そうね、いい、この前も言ってたもんね。でもどのぐらい、そ、関東の方とか、東京は今2年ぐらい。2年ぐらいね、うん、いや、じゃあもう関西弁はじゃあ東京では出ない。あ、もう全然出ます。あ、でも出ます。それがまたね、受けがいいのに。あ、やっぱり受けがいいっすか、関西弁は。そうなん、受けがいいですね。うん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 。でもあれでしょ、その反応的にはこの関西みたいなポン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 ってこう、そういう反応の良さはないでしょ。その、そうなんですよ。なんかこう、誰も突っ込んでくれたりもしないので。ねえ。なんかこう、さーって流される感じがこう。それは寂しいわ。それはもう会話じゃないもん、大阪、関西から言うとね。いや、もうそれはもう一方通行なんで。ね、ラジオと一緒ですから、それね。なるほど。やっぱりキャッチボールですからね、やっぱりこのね、うん、そうですよね、うん、間髪を入れずこうね、でもすぐもう返球するっていうのが関西でやっぱもっと、ね、いや、もうじゃあこれからいろいろ楽しいですね。ね、そうなんですよね。うん、でも見てきたからこそいろんなことがさらに分かってきて、なんかでも婚活ってたくさんいろんな方とお会いするじゃないですか。で、いろんな、さっきおっしゃった本当にとんでもない人とかも、まあ、いて、ハプニングとかもあって、はい、たくさんいろんな人と会うことで、なんか自分をこう見直せるっていうか、お、自分がじゃあ本当に何が欲しいのかとか、どういう人を求めてて、どういう人生にしたいのかっていうのが、すごい答え合わせというか、うん、それを見つけれるいい機会なのかなっていうふうに、なんか思いました。うん、おー、うん、相手を通して自分を発見するということもあるし、うん、はい、うん、ね、体験しないといろいろね、気づかないことっていっぱいありますよね、ほとんどそうですけどね。そうですね、なんかあのやっぱりランダムで、うん、あのマッチングした人と、うん、あの会うってすっごいもう最初表面的じゃないですか。パッと見た写真で、そうですね、いいなと思ってマッチして、うんうん、本当に本当に表面的なんですよね。まあ、いいとこしか見せてないしね、そこはね、はい、そうなんですけど、まあ、実際じゃあそうやってお会いして、うん、なんかこういろんな人の、ね、実際どういう人なのかを見ることによって、うん、こうなんか、まあ、しかもこう変な話、お互い査定し合うわけじゃないですか。そうですね、自分に合うのかとか、うん、相手によったらお金気にする人もいたりとか、うん、お仕事気にする人もそう、いろんな価値観の人がいらっしゃって、うんうん、で、ね、そういう中でこう
すごく軽く扱われたりとかする時もあるでしょうし、なんかすごいなんて言うんですか、自分の価値をすごいこうちっちゃく見られるような扱いされることももちろん男性のお相手によってあると思うんですけど、でもなんかそれでもいや自分は絶対に大事な存在なんだとか、自分は絶対こう愛される存在だからこんな風に扱い受けちゃいけないんだっていう風に、はい、なんかもっともっと自分を大事にしてあげれる機会になると思うなって、はい、だから自分を分かるっていうのも あるやん。昨日ほら原潤あれ言ってたやんか、その3人のうちのどの人か分からへんけど、はい、お断りしてから相手からどん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 なんちゅうのメールっていうか、それが頻繁になんかひどなったいう話あったやん、はい、どの人でしたっけ、ね、鬼ダッシュ男、うん、鬼ダッシュ男、うん、鬼ダッシュ男断って、はい、鬼出し男と、まあ、ご飯終わってで、次いつ会いますかっていうのをメールでやり取りしてたんですよね、うん、でちょっと私はもう無理だなと思ってお断りしたんです、うん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 、こうちょっと会わない気がします、うん、ごめんなさいって言ったんですけど、向こうから2回で会わないって決めるのはおかしくないですかと、お、ちょっと半切れやん、ちょっと半切れ、半切れですね、僕はすごく真剣です。純子さんは結婚したいと言うから、僕も結婚を真剣に考えて純子さんを見ようとしてますと。うん、おこのたった2回で僕を判断するのは早すぎないですかと、うん、こう言われたんですよね。うん、でこう最初返してたんですけど、メールも。うんうん、で、まあ、私も、もちろん他の方とも何人ともその時も同時進行でメールはしてるので、そうやな、そうやな、忙しいと、うん、処理に忙しいんだと、うん、5人とメールして5人までって決めてるんです、それ以上ないと管理しきれないんですよ、ね、お確かに素晴らしい、なので他の方ともお会いするし、うん、連絡もするので、うん、まあ、何々さんだけに集中することはできないですとか、うん、そりゃそうです、間違ってない、うん、は純子さんだけです、うん、それは知らんがなって話だからね、それはね、知らんがなとは書かへんけどね、うん、はい、でこの鬼ダッシュの方はもう私がもう100人近くお会いしてからの方だったので、あ、もうこっちはね、もうプロ級になってるから、もうね、上級レベルなんで ね、うん、で向こうがマッチングして会って2回目会うなんて初めてなんですよね、うん、ああ初心者ね、うん、余計にこう熱が入る、うんうんうん、で、まあ、だんだんちょっと怖くなってちょっとメールを無視してしまったんですね、私が、はいはいはい、うん、スルーしてた、うん、なんで無視するんですか、うん、なんで連絡してくれないんですかどっかで聞いたぞというね、うんうん、どこで聞いたっていう内容になってきて、うん、私が恐怖を覚えて最初の話ですよねおかしい、1週間男で原潤がやってたね、要は相手が覚えた感覚をそれのダッシュ男で知ったというね、いや、これでも100人ですよね、100人目で帰ってきたんですで恐怖を感じたとで、あ、これかと、あのダッシュ男が言ってたのはこれかと、あ、ダッシュ男じゃない、1週間男の言ってたのはこれかと手分かったというね、まあ、そこでは気づかなかったんですよね、うん、そこでは気づかなかったいやでも分かりますわ、後からね振り返ってみればみたいなね、はい、この思えばですけどね、うん、すごい、ね、これは原潤はね、そろそろ時間があれなんで、お二方、はいはい、なんか聞きたいことがあったら、はい、今のうちに、まだまだ聞いてきたいやもうねえ、一人ずつ聞いていきたかったですけど、それはやっぱりもうあれやね、その場合はもう個人セッションやね、個人セッション、はい、1時間3万円の個人セッションにお申し込みくださ い、 いね、もう実体験だからこそこう語れるね、やっぱり、いや、それか、まあ、やっぱりね、火曜の8時に来たらこれが少しずつ聞けるんでね、うん、質疑応答タイムももちろんもちろん、質疑応答タイム、ね、もちろんありますよ、それね、何番目の方はっていうのも聞けるんですね、そうです、でも私はもうこれをこう思い出しながらお話できて、アウトプットできるだけですごい整理される、すごい整理されるしね、確かにそうなんですよ、やっぱこれね、発信すると、自分が発信すると自分の整理になるんですよね、うん、
だからちょうどいい機会だと思いますよ、火曜日。ね。いやすごい、やっぱりね、実体験はなんか違いますね。違いますね。気も大きいですね、そして。うん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 。ね、はい、まあ、まだいろいろございますので。火曜日、いや火曜日ほんまにあのね、楽しみに深掘りしていこうかなと思います。はい、ありがとうございます。遊びに行きたい、うん、はい、うん、楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。忙しいね。はい、はい、また来週よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。どうもどうも、ありがとうございます。楽しかったです。はい、よかった。いやーすごいでしょ、原潤。いやーね、すごいですね。すごい経験されて、なんかもういいお話を聞かせていただきました。いや、今ほんまその話は出てこなかったですけど、あの仕事の方もね、結構なんかプロ意識を持ってるっていうか、そういうこうエステの、うん、よくあるこうチェーン店っていうか、そういうこうリラクゼーションサロンの、まあちっちゃいこうあるじゃないですか、そういうこう街中とか。あります。ああいうところで店長をね、ずっとやってて、でまあいろんな支店があるから、いろんな次々何々店っていろいろこう移動してて、だからマネージメント、要はこう育成みたいなところもちゃんとこうね考えて、結構ねバリバリもう仕事バリバリできるっていう子なんですよ。あ、そうなんですね。そう、仕事は落ち着いた感じもしますもんね、うん、今はねだいぶ落ち着いて、まあもともとやっぱりしっかり考え方持ってるし、うん、自分の言いたいこと言うし、だからその仕事は結構バリバリできるっていうイメージなんやけど、恋愛が当時から全然ダメだったんですよ。なんかね、なんでそんな男に捕まんのとか、なんでそこまで仕事ちゃんとできんのに、なんで男の見る目ないのみたいなことを僕と藤原くんでずっと説教してるみたいなね。その時からですよね。その時からね。うん。いや、ほんで、なんでどうやって知り合ったかがもう全く3人おったら誰か覚えてるじゃないですか。はい。誰も覚えてないというね。へえ。でもそんな久しぶりにお会いしたら10年分それいっぱいありますね。そう。そんな話が溜まってます。まあ、ほんで、僕は大阪にいてるもんやと思ってるから、うん、ね、なんかあったら、まあ、あの3人でお茶行ったりご飯行ったりしようかって言ったら、うん、東京なんですわっていうか、あ、ほんじゃあもうあのズームで一回3人で喋ろうよっていうことで、うん、ズームで喋ったんですよね。あ、ズームで、うん、で今みたいな話をずっと何してたんとか、いつから東京行ってんのって、まあそういう話をこう聞くじゃないですか。はい、うん、その中でいろいろ話してきた、やっぱりおもろいな原潤はみたいな感じになって、うん、でもそこでもう番組じゃあやろうっていうね、うん、へえ面白い。そう、これはまだまだ聞きたくなりますわね。でその番組の後にちょうどあの藤沢あゆみさんと藤原くんが番組やってるから、でそこにも行ってあの質問しなさいと、はい、っていうふうに分かりましたみたいな感じでね。でやっぱりそのまだそんな彼女もそのクラブハウスで自分で上のスピーカーにいて喋るっていうことがないから、やっぱそれはまあ訓練ですよというね。だから番組を持つっていうのもやっぱりその自分発信していくっていうのね、なんかこう仲間内で喋ってんのとやっぱりああやって発信するためにちゃんと喋るってちょっとちゃうじゃないですか、意識が違いますね、やっぱりね。なんかやっぱりそういうのをこう習慣化するためには番組やったら絶対そこで喋らなあかんしね、うん、っていうのでね、うん、でそこの藤沢さん、あゆみさんのルームで、うん、たまたまあのゆいなさんも来てたというね。そうです。おゆいなさん来てるやんみたいな。はい、でゆいなさんにもまたあの DM で、あの質問をしたらいいよっていう、はい、上にもうあのもう一番に手を挙げなダメですよっていうね。かなり、はい、うわどうしようと思ったんですけど、大きいですよ。でも本当にあの上に上がらせていただいて、うん、あのお話できて本当に良かったね。良かったよね。ほんまにあのね、あゆみさんも一人一人こう親身になって話してくれるからね。いや本当に私あの昔ブログ、うん、ね、すごい素敵だなと思ってた方だったので、もう知ってたんだ。知ってたんですよ。ブログを、はい、拝見していて、で、まあ、たまたま多田さんと藤原さんがお部屋ひらあのいらっしゃると思ったんで、あ、なんか行ってみようと思って入ったら、そのあゆみさんがあのいらっしゃって
って、もう私はもう、ってなって、あゆみさんやみたいな、はいはい、すごい、はい、でそれをね聞いたんで、はい、あ、そら絶対それを伝えてあげた方が、はい、あゆみさん喜ぶよっていうね、うん、ね、まあ言ってはったもんね、そういうふうにそれを言ってもらわないと、そういうのね、こっち側はそんな知らないんで、本当にそういうの言っていただいてありがとうございますってね、感謝してたもんね、あゆみさんもね、はい、うん、嬉しかったです。いや、ほんまに両方嬉しいと思うよ、はい、ね、いや、いい言葉をもらえてよかったな言ってね、うん、で僕はあの最近ね、今も実はそうなんですけど、あ、はい、あ、下にあれやわ、あれ何ですか、下にあれやわ、あれ下にあれ、僕のお友達がおるんですけど、あら、はい、竹浴衣くんっていうね、お友達が下にいてて、ずっとあの、はい、今まではずっとほら iPad でこれをこうアナログ録音してたじゃないですか、はい、でそれをね、あの iPhone とか iPad のこう画面録画ってあるでしょ、この、はい、機能があるんですよ、画面録画っていう、でそれをやると、はい、あのデジタルで、あの、まあ、もちろん画面も撮れるし、音声もデジタルで撮れるんですよ。でそれをするには、下のオーディエンス側で録画しないとダメなんですよね。あ、上ではこれ録画できないですよ、スピーカー側に上がるとね。へ、なんで、あの、まあ、僕のお友達というか、あの竹浴衣くんっていうね、馬のアイコンのね、でその子が下で聞いてくれて、ピッと録画してくれるんで、あの前回の絞る馬券からデジタルで撮るようになったんですよ。だからこの要はこうチェリユキさんとかユリナさんの声がちゃんとデジタルで入るんで、アナログな感じじゃまあなくなるっていうね。なるほどなるほど。それを音質が良くなるってことですか。そう、音質が良くなるっていうのを試してたら、いてないと気がついた、下にね。いないですね。最初からいないんかな、これ。最初から誰もいなかったです、竹浴衣さんは。ちょっと待ってね。はい。はい、なんかすごいカミカミになりたい。すごい。浴衣、浴衣。カミカミになる。浴衣さんだっけ。あ、来た、竹浴衣さん。言えた。言えた。言えた。かわいいアイコン。あ、ほんとや。いらっしゃいました、ママさんということなんで、今日はデジタル録音ができていないということですよね、はい、え、はい、まさかの、あ、まさかのアーカイブ残らないってことですか、ということもあるかなと思って、一応 Mac では撮ってるんですけどね、ずっと。さすが、さすがでしょ、やっぱこのあたりが、ね、さすがです、念入りを入れてというね、さすがです、うん、まあ、最初からちょっと撮ってるかどうか分かんないんですけど、はい、まあ、あの大部分はちゃんとあの残ってます。素晴らしい。うん、いや、このね、だからこれからのこのね、竹浴衣くんね、浴衣くん仲良くしてください。はい、よろしくお願いします。フォローします。フォローしよう。かわいいでしょ。かわいいですわね、競馬好きですっていうプロフィールをね。いや、ほんで絞る馬券は1回もあれなんですよ、録音してるんですよ1回ね。でどんなもんかなと思って聞いたら、これね、確かにね、音質綺麗なんですよ、うんうん、音質綺麗なんですけど、2つばかりちょっとマイナス面もあって、うん、どういうことかというと、うん、僕の声はこれダイレクトに録音してるから、うん、僕の声って一番綺麗なんですよね、そのアーカイブで聞いた時にね、うん、あ、うん、そうですね、はい、ね、うん、ただこのデジタルで録音する言っても一回 iPhone の端末を通しての声になるから、やっぱり一回端末入ってる音になるんですよ、うん、言ってる意味わかります、うん、うん、言ってる意味わからない、はい、今までは iPad でここでダイレクトに僕の声を録音してたもんやから、僕の声は端末を通らない、もう本当に生の声なんですよね、はい、でも下でこの竹浴衣くんが撮ってるっていうのは iPad でデジタルで撮ってるけど、一応端末を通してるじゃないですか、この、うんうんうん、iPhone のマイクに入っ
てクラブハウスから流れてる声になるから一応端末は通ってるんですよね。なんで聞き返した時にあやっぱり一回端末通ってる声になってんなって僕の音質はちょっと下がってると。でも他の人の音質は上がってるんですよね。他の人のは上がってるんです、ね、他の人のはもちろんちょっとやっぱりダイレクトで撮ってるからより綺麗にはなってるけど僕の音質はちょっと下がってるみたいな。あらだからなんか平均してるみたいなところがあるのと、はい、でもう一つはやっぱり電波って途中で切れてるじゃないですか。僕の声とかもなんかたまにほらなんか電波のあれでピッて切れたりとかまあ絶対するじゃないですかこの喋ってる時、うんうんうん、電波の加減で、はい、そう。ただアーカイブ撮ってる時 iPad とかで撮ってる時は電波は切れようが僕はここで喋ってるから僕の声って絶対切れないじゃないですか、うん、ね、うん、言ってる意味わかります？わかりますわかります。でもそのデジタル録音はこの電波の状況で切れたらデジタルも切れるんですよね当然ながら。ああなるほど。だから今までは僕の声は絶対切れることなかったんですけど、はい、ダイレクトで。それ聞いたらねたまに切れるんですよね僕の声。まあ電波の加減でねみんなと同じように電波の加減でね。そうってなった時に、うん、あそうかで僕のやつもそうか普段こんな感じで切れてんねんなっていうのは初めて聞くっていうね。なるほどなるほど。うん。でもやっぱりほらどの番組も僕喋ってる割合めっちゃ多いじゃないですか。ああはい。やっぱりどっちかというとなんかこうやっぱ司会進行っていうか面を立てる感じにやっぱりたくさん喋る割合多いから、うんうんうん、そうかこれ切れるとなるとアーカイブ残った時に、うん、まあ基本みんなアーカイブでしか聞かへんから、うんうん、今まではそうか、まあ、絶対切れることなかった言葉が切れるんやなみたいな感じで。だからねこれどこを取るかっていう話になってくるっていうかね、うん、みんなの声がそこそこ平均的に綺麗なを取るか、うん、僕の声だけは切れずにクリアで入るっていうね。あ、どっちか。うん、司会進行的なのが、ほら、絶対切れること絶対ないじゃないですか。皆さんのところには切れてるかもしれへんけど、うん、アーカイブに残った時には絶対切れへんから、うんうんうん、めっちゃわかりやすいじゃないですか、そこね。はい、いや、これをだからね、どっちを取るか、どうしようかなと思いながら、こう、一、はい、回録音しながら、まあ、考えてみようかな、みたいなのを考えてるところですね。なるほど、なるほど。わかりました。やっとわかりました。うん、だ今回は、もう、ね、竹ゆかたくんが入った後半がデジタルで今取り出しましたけどね。はい。まあ今日のはMac で撮ってる、ちょっと全体的に音質の悪いやつになると思いますけどね。いえいえ、もうね、いろいろ試さないとわからないですよね。そうなんですよ、そうなんですよね。うん、素晴らしいです、いろいろ。すごい、まさにもうアーカイブがもうなんか普通になってきて、すごなんかそれすごいなっていう。ね、そうですよね、なかなかもう当たり前化してるますよね。僕も当たり前化してるからね。でもね結構あれ多分ね一番聞いてるのは僕やと思うんですよね、やっぱり。うん、やっぱりね自分、まあ僕何でもそうなんですけど、コンサルとかでも打ち合わせでもやっぱり基本ボイスメモ取ったりして、で、はい、それを聞くんですよ絶対。あ、コンサルの時も要は自分が何を言ってたかってなんか知りたいんですよね。なんか相手がどんなこと言ってたかっていうよりも自分がどんなことを言ってたかっていうのをこう聞きたいんで、だからそれを聞きながら、まあ、メモったりとか、まあ、してるんです。だからこのクラブハウスも一緒で、自分がどんなことを、まあ、言ってたんだろうみたいなね、どういう話をしてたんだろうっていうのをこう聞くと、やっぱりね、ああそうかこんな話してたなみたいな、忘れてるからね、やっぱり自分でも喋ってね。ああ喋ってると忘れますよね自分が。だからアーカイブを聞いて、うんうん、確認するっていうね、再確認するって、めっちゃおもろいやんチェリーユキさんとかあるんですよ。いや私も多田さんのおかげですよ。もう自分のことそんな今までこう聞き直すとかも恥ずかしくてってやってなかったんですけど、うん、やっぱりこう多田さんとずっとそれがなんか普通になってきて、自分のことも聞けるっていうか。そういうことね。もともと写真も全然ダメだったのに、そうなんですよね、多田さんがこうもうなんかねこなれ感も
普通に出てきて、もうそれが普通になってきて、うん、ね、やっぱり回を重ねるとすごいもんで、もうカメラ向けるともうええ感じでもう顔作りますよ ね, ね、いやもうそれすごい無意識状態ですよ、もう無意識状態作ってるっていうか、それが本当に無意識に自然にできるようになったっ、ね、自然なんですよ、すごい。だからいつ撮られても撮ってもいいようにどうすればいいだろうって最近は考えるんですよ。だから綺麗に撮るとか、素晴らしい、ね、うん、それでこう綺麗にしたら自分もテンション上がるしとか、うん、あの動画も今まで全然見れなかったんですが、これアホやなっていうのも自分で、うん、こう自分で見て笑うっていうこともできるようになった。そうね、そうね、だって面白いからね、チェルキさんね、やっぱり、ね、いやこの人ほんま抜けてるなって思いながら、人なんか人ごとのようにあの直そうとかじゃなくて、そうそうそう、この人ほんまやばいなっていうのを自分で見て笑ってますね。いやもちろんその編集のちょっとそういうテロップもあるけど、やっぱり元のやっぱ元の動画が面白いからね、やっぱりね、えっていうのが普通になんか自分を見れるっていう、これもすごいなと思って。そうです、本当に、うん、でもその感覚です、僕も自分のそのアーカイブとか自分がやってるの聞いて笑うっていうのもそういう感覚ですね。そうです、 まさに私も自分のことすごい嫌いだったからこそそれができなかったんですよ。でもこのずっとやっていくとだんだんやっぱり自分のこと好き、なんか好きになるっていうか、ずっと付き合っていくんやったら自分のことを知ろうって思うようになりましたね。あ、めっちゃ素敵ですね。ね、今はめっちゃ嫌いやったけど、ね、好きになるって、うん、でもまさにさっきの原潤さんが話してたように自分っていうのは大事やなってすごい、うん、ね、そうですね、ね、うん、なかなか分かってるけどできなかったっていうのもあるんですよね。分かって、うんうんうん、でもこんな毎日自分なんか腹立つし、なんかもうね、なんか自分を鍛えようとしてた自分もいたんで、やりすぎてしまうとかね、うんうん、痛めつけてしまうとか、うんうん、責めてね、自分のことを責めて、ね、自分の責めっていうのはやっぱり特に女性の方は多いですよね。そうです、もうそれは癖になって、それで鍛えて私は強くなるんやとか勝手に思ってたんですけど、うん、もうボロボロ、もう年とともにね、なんかその体力もなくなってきていい感じで落ち着いてくるわけですよね。あ、そうなんですよ、もうね、あ、これは痛めつけたらあかんなと思い出したき、うん、思い出してきて、やめて受け入れようってしたらなんかすごい楽しくなってきたんですよ、うんうん、それはいろいろやってみて思いました、本当に。だからもう、まあね、時間も経験もかかるっていうね、本当に100人もね、うん、こう経験されてっていうのは、でもそこまで書けないと私も絶対分からんやろうなってね。僕やったらもう多分3人目の人で分かると思いますけどね、絶対分からんやろうなって思いますわやっぱ気づき力が、気づき力、気づき力気づき力早いんですよね。まあねえ、極端な話を言うと、普通は自分で失敗して覚えるじゃないですか、なんか、はい、ね、はい、僕の場合すごく要領がいいのが、人の失敗を見て学べるんですよね。自分の手を汚さずして覚えれる。すごいですよ、もう、うんうん、すごい。もう進化のスピードがめちゃくちゃ速いし、要領がいいんです。そうか、ここやったらいいなとか、こうやったらあかんねやっていうね。うんうん、ね、いや、すごいです。そこポホってやられながら自分で気づか、そうじゃないと気づかなかったですもん。うん。でもそっちの方が残っていくからね、自分でね。いやー、ね、なんかやっぱり、この恋愛でも何でもそうですけど、やっぱり自分を大切っていうか、はい、大事にしなあかんっていうのをすごいなんか分かりました、うん、うわ、そうですね、めっちゃ、ね、本当にそうだと思います。ね、ゆりなさん昨日のね、あゆみさんのところでも、うん、結構あの、まあ、緊張してるとかは言ってましたけど、うん、やっぱりあの、まあ、もちろん緊張してるのは分かるけど、ね、やっぱりあの、はい、本当にこう素直っていうか自分の話をね、いろいろして、うん、やっぱりあ、いい話してるなと思いながら聞いてましたよ。いや、あれも多分今までの自分やったら、うん、自分で自分を認めてない自分なんで、うん、過去はだから、ああいう話もできなかったんですよ、うん、そういうことは恥ずかしいとか、うん、過去の失敗とか、はい、辛い経験はこう隠そうとしてたんですけど、うん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 、でもそういうものも含めた自分も今は少しずつあの好きになって認めていけてるので、あの出せるようになってきたんですよね。あ、すごい、はい、ね、もう大阪だからそれがネタに、はい、よく多田さんも言いますもん、ネタにするっていう、はい、そうですそうです、ね、うんうん、ネタにできたら面白いですもんね。うんうんうん、ですよね、もうネタにできれば良かったなって、この
ね、こういうことも、うん、なんていうのかな、はい、浄化できたっていう感じがする。浄化。やっぱりこう、いかに笑いにして楽しんでもらうかっていうね。うん、でそれが人で笑ってくれたら、うん、ああそのこのネタもいや役に立ったなっていう感じするじゃないですか、なんか、あ、はい、多田さんそれ前おっしゃってましたもんね、こうなんかあって、うん、なんかとんでもないことが起きたら、うん、あこれはネタになるなっていうふうにね、考えすぐね、こっち側にそっち側にしか意識がいってないですね、はい、常にもね、ネタを探してるっていう、うんうんうん、すごい、でもそう思ったら楽しいですね、そういう辛いことがあっても、ね、うんね、あこれすごい前向きです、うん、うん、前向きにいけるし、はい、面白い、いや、うん、なんか原潤さんがねなんか、うん、言ってたんですけど、私もそうなんですけど、私一番小学校の時から好きな男性が背の低い人じゃないと好きじゃなかったんですよ。これでもね分かったのがやっと私より同じ性かちょっと高いぐらい、はい、だけ私157センチなんですけど、一緒だ、嘘、一緒だ、はい、一緒や、イエーイ、もうやっぱりあの二人絶対前世双子ですよね、え面白い、ママさんのとこちょっと見に行ってもらわない、ね、本当や、はい、これもだからもうそのぐらいの線の人が好きだったんですよ、160代とか、はい、似たような感じってことですか、似たような、でも、うんうん、それは分かったのが自分のことが嫌いだったから、はい、相手に求めてたんですよね、それを、うーん、実際っていう、うん、だから背がちっちゃい自分が嫌やったからなんかな、はい、そう、そういうなんかちっちゃい時に自分が嫌だ、すごい嫌いやって、自分がすごい嫌いや、中学の自分も小学校の自分も嫌いだからあんまり覚えてないんですよ、なんか思い出っていうか、はい、あんまりなくって、はい、でっていうのは大人に、ね、最近になって分かったんですよ、私なんで小さい人好きやったんやろってずっと思ってて、うん、でもその時ってやっぱり自分のことを受け入れてないから、その相手に求めるっていう、うん、だから背の小さい人も芸能人とかでもなんかあの中川家のお兄ちゃんの方がすごい好きだったんです、知ってます、中川、変わってる、いや、ね、大体弟好きな、ね、面白いね、絶対被らないんですよ、あの好きな人がね、それは被らへんね、お兄ちゃん好きっていう人珍しいね、ゆきさんのタイプいいな、全部違うんですよ、絶対ね、もう昔からね絶対私とは合わないんですよ、あの被らないから、はい、え、その人とかいう人とか、はい、芸能人とかでもそういうなんかね、そういうのがもう好きだったんですよ、で背の低い人をずっと探してて、はい、もう背の人、背の低い人にキュン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 来ててでもやっとね自分を受け入れ出してから、あ別に背の低い人じゃなくてもいいやんって思うようになって、うん、今思うとね、あ多分変わったんかなと思ったんですけど、やっぱり自分のことを受け入れた ところからなんかやっぱ好みも変わってきて、じゃあこう全部自分を受け入れた時に、うん、本当の私ってどんなんやろってすごい思うようになったんですよ、うんうん、ね、実はむっちゃ違うかもしれへんとかね、うんうんうん、だから今最近なんですけど、それを今だから今これから試していくことは多分本当の自分だろうなっていうのを最近すごく思うんですよ、やっとこの40になって、うんうん、やっとだいぶ好きになれたっていうか、もう8割そうなんですね、うん、なんか、うん、はい、本当の自分で生きるとすごく人生楽しくならないですか、ね、そうね、それを、うん、そうそう、いろんななんか自分に引っかかってることをまさに取っ払って、はい、その幸せを味わいたいと思って、うんうん、素敵ですね、ねえ、うん、じゃあ私ってほんま何が好きやったんやろうとか、うんうん、ワクワクですね、それ知っていくの、ね、はい、そう、うん、だからあの旅に行きたかったのも本当はしたかったのにしてなくったから、お、私は旅に行って何するんやろうとか、はい、私って本当は何が好きだ、まさにこの40になってやっとなんか自分の人生を楽しみだしたなって最近、あめっちゃいい、やっとでしょ、うん、めっちゃ素敵です、うんうんね、えなんか広がったような気がします、枠が、うんうんうん、ね、えなんかずっとこう多田さんはその逆だったので、反対にそれずっと見てて、うん、多分私もやっとそれになってきたんだな、自分をちゃんとこう見るというか、う
好きになるっていうことをやりだしたんだろうなって、うん、思います。ありがたいです、本当に、うん、ね、めっちゃいい感じです。そのことは無意識やからね、無意識にそういうふうにこう思い込んでたりとかするんで、なかなか気づけないですよね、やっぱりなかなか、ね、そうですね、ね、うん、でもやっぱり時間かけてでもそういうことが少しずつ分かってきたりとかするだけでも僕はなんか全然違うと思うんですよね、うん、だってそのままの人が圧倒的に多いと思うんですよ。そういうところにも気づかず思い込んだままっていうね、ずっとこと、ずっと偽ってなんか、そうそうそう、演じてる人がすっごい多いと思います。ね、それも自分だと思うんですよね、きっと、うんうんうん、気づかなかったですもん、その演じてるっていうこともわからなかったです。そうです、そうですね、うん、なんかうまくいかへんなとか、うん、なんかこう、うん、好きなように生きてないなとかはなんか感覚ではわからない、感覚、うんうん、そうですわ、なんでか分からへんというのがやっぱり深く自分を、そうですね、やっぱこれか考えてって分かるっていうかね、悩むのと考えるのは僕はなんか違うと思ってるんですよね、なんか、はい、あ、悩むっていうのはぐる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 妄想してるだけなんで、はい、やっぱでも考えるっていうのはちゃんとこう深掘りしていくっていうことやから、いつも考えがちゃんとこの考え抜くと一つの答えに、うん、あのたどり着くと思ってるんですよね。うん、なんかまだなんかしっくりけへんなっていう時はなんか考え抜かれてない時かなっていうね、うん、あーそっか、だからまだまだ考え抜く余地はあるなみたいなね、考え抜いたら絶対ねシンプルなとこに落ち着くっていうのはもうこれはもう本当に原理というか、うん、そうなんで、あ、 そこが分かればもうこっちのもんだなっていう感じなんですよ。考え抜く、考え抜くっていうね、いろんなこと見えますね。ね。ね、でもそう思ったらユリナさんすごいですよ。そうやってもう20代の時からいろんなことをこう気づいてね。うん。うん。はい、あの、うん、要はでも本当にいろんなね、あの、うん、婚活から人生のそういった話まですごい深い深いお話がたくさん聞けました ね、 ね、ちょっとまとめとしてもかも、ちょっとごめんなさい、ゆりなさんも10時になってきたからちょっとまとめようかな、ね、いやもうその私いたら全然まとめないですから、ずっと聞いて、誰かが ねほんまに言われてる、いや今日ほんま僕自身はもう後半から、ね、あれ録音できてなかったんやっていうことが頭にあって、いやこれ Mac の音質って予備では撮るけど Mac のマイクあんまり良くないから、はい、いやちょっとどんな感じで今日撮れてんやろなっていうことだけが気になっておる、そこが気になる、もうこっちはもうすごい人生のねいやみんなね捉え方が違うね、面白いですね、科学的にいろんなことを ね同時変更、ね、進行でこう行われてるんですよね、素晴らしいです、はい、すごい濃いですわ、濃いですね、ということ で今週もこんな感じで、はいね、はい、また来週は、11月17日終盤ですね、はい、でよかったらあの本当に、ね、火曜日の、ね、夜あの8時からの婚活ルームと原宿のルームと、ね、藤沢あゆみさんの10時から ね、 あのルームね、絶対行きますよ、はい、来ていただけたらというふうに思います、うん、はい、はい、そんな感じでありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、あの竹ゆかたくんも仲良くしてください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、どうもどうも、エンドルにします、はい。私